さあ、今回は、真実を受け入れろにしましょうか。真実を受け入れろ。あの、うん努力したら報われるわけではないけれども、結果を出している人はあ努力せずに結果を出していますか、えー、努力したら報われるわけではないけれども、えー、結果を出している人は努力せずに結果を出していますか努力せずに成功していますかこれが真実じゃないですかね。努力しても成功するとは限らない。これも事実であり。 でも、成功している人は、うん、わかんないですよ。そのアラブの石油王の息子とかはちょっと例外かもしれないですよ。ね。なんかもう生まれた瞬間成功みたいなね。まあそういう次元は置いといて、まあ一般のね、一般ピーポーですよ。そこから成し上がっていく人たちっていうのは、で、努力せずに成功した人ですか。多分これが真実だと思うんですね。で、この真実はあなたはどう受け入れますか言ってらっしゃい。